おー、ムービーもしっかりしてる不気味だねマジでえ、待って待って中行った中行ったどうしたどうした合うって。 はい、こんばんは、島津です。えー、皆さん、本日はですね、新しいホラーゲームやっていきたいと思います。えー、タイトルはですね、ポストトラウマといったね、えー、ゲームになります。こちらね、ただいま開発中のデモ版になっております。ゲームのコンセプトとしては、サイレントヒルに触発された、えー、ゲームになっております。主人公はこちらにいるローマン。えっ、ー、と、老人になるんですけど、そう、おじいちゃんね。うん。このローマンがですね、気づいたら、 この見知らぬ、うん、電車の中で目覚めるところから始まるみたいで、どうやらね、この異界にはですね、ローマンの家族もね、いるみたいなんですよ。で、ローマンは、この異界を探索して、この世界にいるであろう家族を見つけて、脱出を目指すっていったゲームになってるみたいです。ただ、探索するにあたって、先ほども言いましたけど、サイレントヒルに触発されてるゲームなんで、えっ、ー、と、クリーチャーたちがね、徘徊してるわけですよ。 それで、そのクリーチャーたちとローマンはね、戦っていかないといけない。うん、まあ、過酷な道がね、待ってるわけです。はい、それではやっていきましょう。いやね、このゲームね、めちゃんこ楽しみにしてて、デモ版が近日出るって言ってたんで、まあ、ちょっと定期的に調べてたんですけど、あの、本日配信がされました。で、日本語対応してないんで、まあ、みんなにはね、わかりやすいようにね、字幕入れて、うん。 ストーリーの流れを理解できるように作るつもりなんでよろしくお願いします。えっと、出るか出ないかって言ってね、ここは。うん。え、違う。んほう。ロックがしてあると。多分デモ版のクリア条件としては、このロックを解いて、この先に行こうとしたところで終わるんじゃないですかね。で、目,目のマークが出てるところは調べられるってことだね。ほら。I will not open.Fuck. あぶあい開かないっつってんね。だから、奥へ行けと。うん。なんか落としてんな。えー、っと、ゲットヒア、ハード、スタック。この列車は古いって言ってんのかなお。電話できんね。電話っていうか、連絡か。の前にちょっと武器がないか確認しないと。えー、武器とかは特にないね。 でこっちは行けないってことはんちょっと待って、はあ路線図があったアイド n となんとか、えー、ステーションなんか薄赤い三角マークのとこにいるんですかねということは中途半端なところにいますねあメニュー画面開けるんーとマッチかなこれマッチあタバコだタバコじゃあ連絡してみようか おームービーもしっかりしてる開いたなんかこの世のものじゃないねうーんやつが泣いてましたねずっといいねこのカメラワーク古き良きうん サイ,レンサイレントヒルを思い出します。で、スタミナがあるみたいだね。左上見てもらったら、うん、スタミナゲージが出てきた。走ったら。さっきよりわかりやすい地図だけど、うーん、四角三角ツ丸。これ何の記号かな多分なんか記号を表してると思う。サイレントヒルのようにね、難しい、難しいのかはちょっとごめん。わかんないんだけど、謎,謎解きがね、あるみたいです。 だからしっかり調べていかないと先に進めないみたい。くんちょっと待って。あ、しゃがめばいけるってことか。これどうやってしゃがむんだあ、しゃがめた。いけたいけたあ。待って、後ろなんか通った人型のなんか通ったよ。えー、っと、ああ。あの、マップに書いてあった記号がたくさんある。 こええ、こえ、このカメラワーク。で、なんか、ノイズ入ってるね。うん、ライト欲しいね、ライト。あ、ライトあったああ触手が、触手がうごめいてる。ここの、うん数字が、あれですかね。さっきのロックを解除するもんですかね。ちょっとメモっとこうか、一応。ライト撮るよ。 取ります、うん、えフラッシュライトはどこで使うんだえー、ライトもゲージがあるマジマジかちょっと待ってねフラッシュライトはどこかしらきた人形が人形人の顔がうんディスオンリーなんたらかんたらドリームこれは夢だって言ってんのかな うん、でもすごく現実的にかん感じるとそうだね路線、うん、待って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 、うん、何はなんかいるえいなかったよかったこえ <laughs> こえぞほんとトラウマになっちゃうえっと他に地図は あ,あ、ライト、ライトは、ちょっと待ってねいや。ライト減ってないな。うん。ラッシュライト減ってない。いやー、待って。地図、他にないかな。こっち方面にはないですね。ちょっと戻ったらありましたよね。あれここじゃないか。えー、っと、あった。えー、っと、これさっき記録したとこだね。紫。 え紫が2。うん。で、赤の路線が5。今そこしかわかんないんだけどな。えー、っと、これは ?This newspaper is from 13年前のだって。ということは、この列車は13年前にこの異界に迷い込んだものになるんでしょうかえー、っと、青が1。青が1。 緑が4はい2514とりあえずうん数字は分かりましたね何お手やん手やん手やんすげえなんかあの画面がちょっと変わったでなんか2人とも、うん、シンクロしてますよ <laughs> 2人ともいい感じにシンクロしてるリズミカルに

なんかあの、最初ね、近づいても、掴んでこないから、ああ、あの、フレンドリーな、うん、クリーチャーなんかなって思ったんですけど、頭掴まれて、あの、ズリってね、穴に、うん、頭ごと持っていかれました。これちょっと怖いね、スタミナ要素あると、なかなか逃げられなさそう、長時間。うん、ま、そうだよね、あの <laughs>、 初老…初老なのかないや、もう老人だよね。57歳って。老人のね、おじいちゃんだからね。そんな、体力ないよね。もうしゃがんでいこうか。多分捕まれないはず。おーし、来た。クリア。クリア。あ、そういうことか。クリーチャーに近づいたら画面が変化するわ。ほらほら、まだまだバイブス、バイブスを感じてますよ。うん、おじいちゃん。<laughs> おじいちゃんまたバイブスを感じてますよ。今、小刻みに揺れてましたけど。 あ三角が1だって三角が1三角が1三角が1ちょっとノックしてるノックしてるあっ分かった分かったなんとなく分かった三角の路線が1って意味じゃないちょっと待ってね多分ね三角が書いてる路線うん えーっと、青。あ、1だね。青が1。ということは、この流れでいくと、残りの記号は、他の路線と交わってんだよね。交わってるのはちょっとわかんねえな。これ、ちょっと待って、他の、他のとこどうなってるあ危ない、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 危ない。いや、危ない <laughs> また捕まれるとこだった。キャッチされたらワンパンなんでね。 ちょっと待って、なんか記号書いてあるえっと、全部で5桁。全部で5桁。あー、そういうことか。OKOKOK。これちょっと、もうちょっと書くもんが必要だね。えっと、記号が5桁書いてますね。つまり、これを総当たりで確認していけってことだ。うん。これは一緒,一緒ですね、うん。四角三角丸×三角。 あれ全部一緒かな落書き。四角三角丸、丸ツ三角。えっ、ー、と、四角三角丸、丸ツ三角。ここの落書きの内容は全部一緒。つまり記号はこれしかないと。うん。四角三角丸、丸ツ三角。で、この記号に数字を当てはめていけば解けるってことだね。うん。ただ中途半端になってるところとかがたくさんあるから、 あの、いろいろ仮定して、総当たりで入力していかないとダメっぽい。まず、×。ツの数字の可能性なんですけど、赤と紫。うん。で、交わってるから、5か2ですね。うん。で、続いて、四角。四角は、赤と緑で交わってるから、 えと5か4。うん。5か4。で、最後に、えー、丸は、紫と緑で交わってるから、丸は、えー、まあ4、4と2かな。結構時間かかりそうだな。この意味が、もう一発で分かればいいんだけどね。交わってるもんね。 ここが関係しているのはもう100%記号の並び順は四角三角丸×三角で三角はもう1は確定うんだからここを除いて残り3桁分か3桁分はちょっとあの総当たりでやっていく必要がありますえわ分かんない 1を総当たりしたんだけど。三角が1じゃないの、はああヒントが出てる。えこれあれかな一定時間見つめてるとヒントくれるんかなさっきさ、ノックオンが聞こえたんですよ。おいもう仕方ねえない。ヒント出してやるぞってあいつだったんですかね。どうやらね、四角はああ、そういうことか。わかった。ヒントわかった。意味がわかった。 交差してるところはプラスするんだ。オッケーオッケー意味分かった意味分かった。多分ね、救済措置でね、ヒントシステムがある可能性がある。うん。それか、なんつうのかな。何通りか入力して間違えたらヒントが発生する。それならもう一発でわかるわ。てっきりさ、あの、交わってる方は、こっちかこっちの数字、どっちかだよ。 っていうので、何通りか試してって意味かと思ったんだけど、違った。っていうことは、四角が九、えっ、ー、と、三角が一、で、丸が六。うん、で、バツが七。で、三角が一。オッケー。九一六七一。やっべ、これ。救済措置ありがてえ。九一。六。七。きたー。え、マジありがてえな。すげえ。 あいたこのヒントが出なかったらプラスするっていう考え考えに行き着くにはもうちょっと時間がかかったでしょうねありがとうございます開発者の方やったやったやったみんな行った行った行ったすげえ優しいな、はああ誰かいたうん え、えっと。こっちいや、こっちに行く前にまずこっちじゃない。っていうか、ごめん。スタミナが切れたから走れんわ。なんかの装置があんね。扇風機巨大扇風機と自販機。あ、セーブポイントじゃないザ・えーなんちゃイユーザーハーブ、スーン。使えないかな。ノックしてる、ノックしてる。これセーブポイントだ。いや、鍵だ、鍵。 鍵を持ってるマネキンが突き刺さってますね。えー、っと、取る。えー、っと、うてアームキー。マネキンに置いてあった鍵ですかね。ここはえー、っと、ロックされてる。うん。じゃあ、あの男の後追いましょうか。そろそろライト使わないと見えないよね。これはえー、っと、ベターノット。 配電盤か。配電盤だと思う。えっと、あイロック、あはいはい。あるよ。ちまっ待った。ごめんごめんごめん。待って。捜査に慣れ,て慣れてないの。あ、うんはい、いた、あいた、あいた。オッケー来ました。待って、奥になんか、いる。いるよ、奥に。悲鳴が聞こえてきた。あ、ごめん。何もいなかった。嘘ついた。 来た来た来た武器だ多分。えっ、ー、と、their an axe here. うん。ブロー、ブロ君クン。うん、来た。あ、武器来たえっ、ー、と、使い方ははいはいはい。そういうことね。オッケー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 。構えて、離して振る。うん。で、スタミナ消費する。いや、このスタミナの概念ね、なかなか難しくするね。戦闘を。 逃げに使うか、攻撃に使うか。で、変わってくるはず。うん。あ、壊すんか、壊すんだね。はっ、おー。おー。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね。リアルタイムで物を破壊する表現。とてもいい。えー、っと、お騎士っ酸素タンクかなうん。オキシーって確か酸素ですよね。うん。 酸素ボンベがあるけど中身は空だって言ってる。電気ついた。なんじゃこのマネキン。マネキンじゃないな。彫刻だ。彫刻がありました。んえー、っと、t h ゴールドコインゴールドコイン取った、ゴールドコインこれで買い物をする制度がある。誰の声この。 怯えた声はえー、っと、ヘッド、はい、彫刻があると。おびえた人の声が聞こえんね。えー、っと、ちょみじさん、ーッえー、ルッキン。えぇいや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 、クモクモ型の女性がこちらを見てます。で、しっかり胸を隠してるっていうね。<laughs> 恥ずかしいんですかね。 恥ずかしいみたいですね。羞恥心を持ってるクリーチャーみたいですよ、皆さん。しっかり隠してる。まあ、ありがたいんですけどね。モザイク処理がいらないから。いや、初めて見たな、こういった周知シーンを持ってる、うん、クリーチャー。<laughs> やっぱ男性に見られるのは恥ずかしいんですね。いやー、不気味だね、マジで。え、待って待って、中行った。中行った,<ー>どうした。どうしたどうした会うって。あ、会うってどうした何もして、してないよ。え 怪我してるのかな助けてほしいのいでも、何もできねえんだよ。あれ友好的なクリーチャー、これ。まさか。友好的なクリーチャーかもしれない。なんか助けを求めてる風に聞こえた。こっちかな奥あこっちに行けってことこっちだ。こっちが正解っぽい。うん。あそこはコインと斧を取るための。 どこだったみたいはあやべえのいいんだけどん待ってこわっいけどサムネ倍しそうだからもうちょっとねあのコード上げて映したいねサムネ倍しそうだからん位置を調べられるフラッシュライトについて触れてるね もうちょっと明るくする必要があるって言ってる切ってみる切ってみようか。いくよ。てい。あ、あ、そっちじゃないよ。てい。当たんないね。襲っては来ないね、走って。ロッカーを破壊しろってことかな。ここ。ちょっと待って。は、無理か。 あ,あここでコイン使うんだ。はい。で来た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 。頭手に入れた。自販機から。え、それじゃあ、はめます。はめた。開いた開いたか開いた。で、あの人消えてるあの、あの人。うん。なんか人間らしさがあったから、もうあの人になってます。私の中では。 あのモのうんクリーチャーは何かいるな歩いてるこれ死体だよね頭が潰されてるって言ってるかなあグッチュグッチュグッチュグッチよ銃内ない銃チャンネル登録コメント高評価していただけると励みになりますご視聴ありがとうございました